今日はみんなにドラクエ勇者がいかに理不尽で楽しいキャラか教えようと思う。ルイトさん、対戦よろしくお願いします。てめえはこの虹村を悔やせ、ザ・ハンドが消してやるぜ。ちょっとモノマネは喋ることがなくなった時のために取っておきたいんですけど、ちょっとこんな最序盤に出さたり幸先が悪いことこの上の人は言ったところ、まあでもね、その不安を全部かき消すぐらいにはね、この勇者本当にエンタメ性の塊なんですよ。ラリフォーで眠って横スマ当てる。いやでもね、意外とラリフォー眠ってる時間短いんで、早めにね、あの当て攻撃当てる方が賢明ですと。理不尽オブザイヤー、1ストまたお前かよ、1ストだし。まあいいや、まあ、今回は最近俺がハマりにハマりにハマりまくって抜け出せなくなっているドラクエ勇者を使っていこうと思います。まあドラクエ大好きな僕からしたらもう使わないわけはないんですけど、でもこいつ戦いながらコマンドを選択していくというもなんか斬新な性能してて、まあ難しいですよね。まあ難しいのにまだ立ち回りの解説とかもう一切見てないままこうやって実況してるんで、まあ勇者の立ち回りを勉強したい方はもう何の参考にもならない動画になるかもしれないですね。基本的に自分は何でも強くて、このライディも本当に強いですね。でもこれはカスです。君にこのアストロの解除のタイミングがわかるかな？ほんとこの時間が一番気まずいわ。コマンド選択してる時に焦っちゃって、なんか変な呪文選んじゃう。でね、まあそういうところがね、あの勇者の難しいところかなって思いますね。まあでも難しいけど、理不尽なパーティーゲームをお望みの方がいればこれ、え？ヨナズン強すぎ。リリーさん対戦よろしくお願いします。リトルマックは、まずくないかい？じゃああの勇者さ、詰められたら弱いんだけど。基本的にコマンド選択するときは相手から離れた方がいいんですけど、リトルマックみたいにガンガン詰め寄ってくるキャラにはどうしたらいいかよくわかんないです。よし、この試合は全部カットで。いや、まあ、抗おう、抗おう。リトルマック苦手なんですよね。ちょっと今こそ自分の苦手を乗り越えるとき。自分を乗り越えることさ。僕は自分の運を、これから乗り越える。君は何も見えなくなってぶっ飛ぶ。本当にぶっ飛んでるし、こいつ自由の翼を手に入れた。こいつが一番苦手を克服してるよ。てかちょっとあの冗談抜きで、あの普通にボロ負けコースなんですけど。やめて、まーずい、さすがに死んだか。生きてるマン、デビルマン、ちょ、あいつに全部取られる。爆弾多くね、アップね、自爆するところでした。とりあえずホイミで回復。のりたま、あ、のり頭おにぎりさん対戦よろしくお願いします。どういうこと。いやーでもスティーブ来たな。スティーブまあ強いんですけど、でも序盤こうやって採掘してくれるんで、その間にこちら落ち着いて呪文を選べるから割とそこまで苦手ではない気がしますね。さあ下投げからの奥前、これしかはっきり言えることないですね。てか未だにこのイレブン勇者のこのなんかいかにもイケメンって感じの風貌まだ慣れないんですよね。もう例えるなら1年間見ていた仮面ライダーが終わった後、新しい仮面ライダーが発表されると、もうこんなの認めねえ、もう前作の方が良かったって思ってたけど、もうシリーズが終わるとそのライダーも好きになっているっていう、もうそういう現象ですね。そうやって俺たちは同じ過ちを毎年繰り返すんだ。だからこのイレブン勇者もそのうち俺はもう好きになってると思うんだ。まあ見た目的に一番好きなのは、まあ4の主人公なんですけど、ちょっと感性どうなっとんねん。起きるの早くねえ、ラリホー。ちょっと俺、アイテム戦好きだけど、ちょっとこの煙玉だけ本当に嫌だ。自分に当たろうが敵に当たろうが、もう邪魔でしかねえ。まずい。いや、てか、マイクラの世界にドラクエの勇者がいるって、マジで、発売された当初誰も予想できなかったですよね。でも、このシーンを見れただけで俺はもうスマブラをやってよかったと思いましたね。ちっちゃくなっちゃったね。てか、最近なんで動画投稿始めたんですかってすっげえ聞かれるんだけど、そんなに気になることか。まあ、なんでかっていうと、まあ僕が、僕を生きてていいって思えるように、だからやるんだ。まあ、全然違うんですけど。来い、レイカー。シラスさん対戦よろしくお願いします。てかみんなドラクエやってた？いや俺意外と周りにさ、ドラクエやってる人いないんだよ。で僕初めてやったドラクエがあの9の星空の守り人なんですよ。でもドラクエ9ってあの一応 Wi-Fi があれば追加コンテンツとかあるんですけど、まあ、当時小学生時代の僕らからしたらあの Wi-Fi を持ってる家庭なんてねほとんどなかったわけなんですよ。そうだから週末に友達と一緒にマックに行って、その Wi-Fi で、は？ルイージの暴発って8分の1だよね。貴様さて俺より遊戯王か。いやまあ確率は収束するからもうこの試合に暴発はないだろうけど。さあ、あの、ドラクエ9ね、あの、当時誰も Wi-Fi 持ってなかったから、あの、週末友達と一緒に Mac に行って、で、Mac の Wi-Fi 使いながらみんなと一緒にね、ドラクエやってたっていう楽しい、子供時代があったんですよ。もうあの頃には戻れねえんだ。クレシンの、大人帝国の大人たちの気持ちが今よくわかるよ。赤井さん、どうしてそんなに大きくなっちゃったんですか？
なんでやろうな。真面目にやってきたからよ。ねえ。あははは。アリさんマークの引っ越し者です。あ、やべ。ちょ、ふざけてたら1ストック落としかけてんだけど、ルイージの切り札避けらんねんだよな。まあでもこんな風に思い出に浸れるだけでも俺は幸せだよ。それだけのことがあったんだから。ありがたし土星さん。あ、ちょっと待って、意味のないラリフをしてしまった。ちょっと深すぎるプレイング。思い出の中でじっとしていてくれ。次クラウドやろっかな。いいねクラウド。ちょっと即死はやめて。あ、そう、 FF も救いに出しさ。いや、クラウドの実況中に言いたいもん。思い出の中でじっとしていてくれ。グングニルはファンさん対戦よろしくお願いします。最近悩んでることがあって、というのも僕今タダクニっていう名前で活動してるじゃないですか。今この名前を解明したくてしたくてたまらないんですよ。っていうのも、なんか僕と同じ名前の活動者の人がなんかいたっぽくて、なんかでもなんかその人がなんかちょっと何年か前になんかちょっと悪いことしちゃったらしいんですよ。でもなんか俺とその人はただ名前が一緒なだけなのに、なんかその人がやった所業が全部俺のせいだとなんか勘違いしてる輩がいるんですよ。でもなんかツイッターの DM でなんか、え、タダクニさんこんなことしてたんですかとか、なんか、え、ちょっと幻滅しましたとか言ってくる人がいるんだけど、いやもう俺じゃねえから言っとくけど。いやもうマジで冤罪なんだよ。でもそう、だから本当にここ最近ずっとそれが多くて、もう解明しようかどうかずっと考えてるんですよ。いやでも結構この名前に愛着もあるし、 YouTube だってさ、もう少しで登録者2万人っていうところでさ、今更もう名前も変えたくもないじゃん。もうどうしようかと、私は。ああ、もう怒りのあまり卓上コントローラーを全部ひっくり返してしまいました。もう本当になんで俺がこんな流れ弾当たらなきゃいけねえんだよ。もうただ国の辛い汚しがよ。勇者なら帰れる。ありがとうございます。ね、こういう風にね、悪いことしたら意外なところにも被害が行くんで、せめてこれを見てる皆さんはもう悪いことをしないようにっていう。あと、本当にそういう僕何もやってないんで、そういう話が聞いたときは、勘違いしないでいただけると、嬉しいです。それだけで十分ですので、よろしくお願いします。いやでも最近なんかいろんな人のやばいところがなんか明るみに出て、なんかそういう暗いニュースが多いですよね。まあ、なんかやばいかどうかはなんかまあ受け取り手次第なところはあるんですけど。でもなんかやばくない人っているんですかね。絶対人間何かしらね、そういう性質持ってるんで、絶対に俺もこれ見てるみんなも例外なく関係なく絶対なんかあるでしょみんな。でもそれをでもそれをいかに理性を使って抑えていくか、もしくは隠していくかっていうのがですね、まあ人間と言いますか、ナショナリズムと言いますか、ね、デヴィ夫人だと私は思います。ガノンってこんなでかかったっけ。なんかいつもより 1.5 倍に感じるんですけど。てか、なんだかんだで魔王対勇者の構図が出来上がってますね。これは見どころですよ、皆さん。ちょっと今回一回もまだ会心の一撃出てないんだけど、会心の一撃出る前になんかルイージの暴発が2発出るっていう、なんか意味のわからない状況なんですけど。いや、てかやっぱヨナズンやってんな、強すぎるわ。それはこれみんなから反感食らってももうアリ寄りのアリですね。まあ見る分には最高と開き直るしかないこの状況。あぶねえ。もう少しで黄泉の国が見えるところでしたが、ちょっと待って、このパーセントで切り札食らったらまずいから先手打ちたいけど、俺は下手すぎる。奇跡の剣、うわー、ザラキケンパチ。あれこの人最初のドンキーだよね。帰ってきた。いや、ルイト、久しいね。てか黒色だったっけこのドンキー。なんかノーマルカラーだった気がするんだけど。闇落ちしてドンキーコングオルタになって帰ってきたか。ということは今回の動画はドンキーに始まりドンキーで終わっていくと。剛毛男子が好きな皆さんにとっては非常に得な動画となっております。でもなんか体毛ってさ、なんかもじゃもじゃしてるよりもなんかツルツルも嫌いな人いるじゃん。どっちがいいんだろうね。まあ僕の視聴者は女性いないんですけどね。でもパイプ大変失礼いたしました。ね、ちょっといかがわしい単語が出てきてしまいましたが、おそらく編集中の僕が、何かしら規制を加えてると思うので、お許しいただけると嬉しいです。なんか、ドンキーの投げだけ受け身ができないんですけど。ああ、もうこれ、ダメだ。掴んだら勝てるって、もしかしてこいつ最強キャラか？いやー、なんとかさっき僕が下ネタを言った件については、もうこのままごまかせそうですが。ね、いや、やめときましょう。健全なチャンネルを目指してるんで。まあ、チンチンとかそういう下ネタは結構友達の間ではよく言うんですけど。ちょっとこれ最後くらいは会心の一撃とかそういうので決めて終わりたいが、ラリフォーは当たらず。待て、お前間違えて偽物終わるなよ。え、やばい、お前逃げろ、バカー。